ブルーティッククーンハウンドは、アメリカ合衆国のルイジアナ州原産のツリーイング、ドッグ犬種である。単に、ブルーティックとも呼ばれる。20世紀に作出された犬種で、アメリカンブルーガスコンハウンドを軽量化して、さらに狩猟能力を高める目的で改良し、作られたものである。ブルーガスコンに、イングリッシュクーンハウンド、イングリッシュフォックスハウンドなどが掛け合わされ、より軽量で、 体格も引き締まったものに改良された。いわば、ブルーガスコンの現代版の犬種であると言える。本種には、重量種と軽量種という二つの系統が存在し、重量種はピューマ、アメリカ黒ロクマ、ボブキャットを、軽量種はアライグマを専門として、ツリーイングを行う。パックで獲物の匂いを追跡し、発見すると追いかけて、木の上に追い詰め、逃げられないように木の下から吠え続ける。 声声を聞いた主人は現場に駆けつけると、木に登って、それを振り落とすか、猟銃で撃ち落として最後は、犬が仕留めて、狩猟は完了する。もともとは、イングリッシュクーンハウンドの一編種としてみなされていたが、1946年に、ユナイテッドケンルクラブにより、別種であることが公式に認められ、新種として、同年に公認登録された。現在、ブラック タンクウンハウンドと並び世界的な人気を持つツリーイングドッグでアメリカやカナダ以外でも飼育されツリーイングドッグとしてではなくセントハウンドとして広く飼育されている実は日本でもイノシシなどを狩るためのセントハウンドとして輸入され飼育やブリードが行われているどこの国でも大半は実量犬として飼育されておりペットや小ドッグとして飼育されているものは稀である アメリカでは近年、フィールドトライアルの競技犬として人気が上昇している。本種一番の特徴は、犬種名にもなっている、ブルーティックという毛色である。ベースカラーは、ブルーローンで、これに、ブラックの大縁が入った毛色で、個体によっては本当に青い毛色をしているかのように、見えるものさえある。なお、ブルーティックに加えて、マズルや足先に、オレンジに近いパンと目の上に、 ホワイトのマーキングが入るものも多い。ブルーティックには先に出たように二つの系統が存在し、それぞれが別にブリードされている。一つ目のタイプは重量種で筋骨流々でやがあっしりとしていて、頭部が大きく、サイズが大きめのものである。体重があるため走るのは、速くないが、パワフルでより狩猟本能が高く、大型獣の狩猟に適したタイプである。 しかしながら、いわゆる良犬気質が強く、頑固で独立心が旺盛なのが欠点である。先祖であるアメリカンブルーガスコンハウンドに似たタイプで、その特徴をよく残している。もう一つのタイプは、軽量種で、筋肉質だが引き締まってコンパクトな体つきをしていて、頭部は小さく、サイズも少し小さめで体重が軽いものである。体重が軽い分走るのが速く身体能力も、 高いが、その分力の面では、重量種に及ばない。しかし、より扱いやすい性質で、小型銃の狩猟や、消毒グとして向いたタイプである。より現代的であると言われているのは、こちらのタイプである。なお、この点以外は、重量種も軽量種も大きな違いはない。足は長く、マズルの長さは普通で先が尖っている。顎の力は強い。目は小さめで、 耳は前方についた垂れ耳、尾は飾り毛のない垂れを。コートは固めのスムースコート。体高51から69センチメートル、体重20から36キログラムの大型犬で、性格は忠実で従順、有効性を持つが勇敢で粘り強く、頑固で独立心が強い良犬気質を持ち合わせている。しつけはどちらのタイプも主人からしか受け付けない。 万が一のことを考え、ペットとして飼育する場合は、主人自身が一貫性のあるしっかりとした訓練を行うことが必要である。状況判断力は高く、番犬としてもよく向いた犬種である。猟犬などとしては非常に優秀な犬種であるが、雷鳴のような吠え声はよく響き、運動量も非常に多いため初心者の飼育は難しい。ありがとうございます。